こんばんは、入山明子です。10月14日水曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は秋らしいお天気の良い清々しい一日でした。皆様のところはいかがでしたか？早起きをして、今日は日中築地へ向かいました。この大変なコロナ禍で取材を受けさせていただき、自分の思いをお話しできたもの、記事になりまして、10月23日の金曜日に皆様にご覧いただけます。関西と関東版のみの販売となりますが、プラチナ会員の皆様には入山明子からプレゼントさせていただきたいと思っておりますので、楽しみにお待ちください。その後は初めて伺ったのですが、リッツ・カールトンでティータイム、とても素晴らしい景色を見ながら、生のピアノ演奏の中で打ち合わせを済ませ、そのまま坂戸市に向かい、今日は坂戸鶴ヶ島近隣の皆様と久しぶりの会食を楽しみました。なかなかお会いする機会が少ないのですが、先日はコンサートにもお出かけいただき、川越プリンスホテルの方にもお申し込みを早々にいただくことができました。少しずつ一歩ずつ明るい方へ、皆様の笑顔が満開に咲く日までしっかりと歩いていきたいと思います。それでは明日また元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。